アーノルド守備って言ってる人と一緒だけどな、それ多分。普通に見てて危なっかしいパス多いっすよ。防風戦だけじゃなくて。っていうか、防風戦も昨日、ナーゲルスマンを、ナーゲルスマンのサッカーを見たくて昨日見てたんで、昨日っていうか一昨日。で、その前から、またそういう人ってね、 今回のアーノルドみたいに、やっぱ守備やばいとか、あと、アラフォンの時もそうだったじゃん。アラフォンサイドバック良くないって言ってさ、その時はみんながさ、そうだから、現時点で見えてない人と、に対して、ね、理解してもらえないだろうから。で、その後に、あ、んの時、レオス言ってたこと正しかったなと思ってあのつ、その説はすいませんでしたって言ってくる人いないから、まあ、しょうがないよ、そればっかり。 そう、縦パス通せるのと縦パス通した先でちゃんと攻撃になってるのかっていうのはまた違いますからね。あと、普通に危なっかしくて前線の選手の技術でなんとかなってるとか。逆に映える見てる僕の、<laughs> ちゃんとチャンネル見てる人が、いや、ウパメカのちゃんと危ないよって言ってほしいですけどね。あれ気づかないわさすがにないだろう。あまたウパメカのやってるって防風線見てもって。最終的にじわじわ差ついてったからいいし、サネとかのミドルシュートえぐいからな。 だって、そもそもあれじゃないですか。僕、見てない試合、J リーグとかも何でもそうだけど、あ、それ見てないから喋れないって言うじゃないですか。マジロコンガとかアーノルドとかアラウホとかで起きた現象と一緒っすよ。シーズンフルで見てないから何も言わないけど、プレディアの対して T 戦ではベータフピとかああ、バイオレントなの。一般だから、若い時のクリバリと似てるんですよね。それ、その無理やりな縦パス、あの、危ないみたいなで、通ったからよかったけど、みたいな。あでもやっぱり3回目は失敗したね、みたいな。もこればっかりはね、もう今、 チャットで、あんまチャット流れない中で言われたから取り上げちゃったけど、もう気にしないしかないです、ね。気づいた時に心の中でその人たちが、あの時はすいませんでしたって思って、なんか言ってなかったみたいな顔して、またレオソフトボール TV 見に来てくれるっていう。それを願うしかないです。そう、パメカのね、あの、組んでとこと似てて背中入れちゃうんですよねク、クロスの時に相手を。パメカのこと言ったら、こいつ試合みたいだと言われてました。そんなにあれなのそんなにみんな <laughs> うだから、ブンデス見てる人自体が少ないから、僕は監督で見ますから、ナーゲルスマンだと見るんすよ。でアレグリだと昨べ見てたんだけど、もう見なくなったけど、まあでもそれでも見てんな。開幕戦見たから2説目みたい。いつも言うけど、見てないのは見てないって言うからね、見てるもののために。これからのどの部分で荒れてるか分かんないかな。僕は言ってるのはあれですけどね、ゲームメイクが、ビルドアップが雑というか、まあ、そういう岩,岩波感で。別にね、スタミナがなくなりましたってわけじゃないじゃん。 縦パスさせればビルドアップできたわけじゃないからね。パウトーレスとかめちゃくちゃ安全にビルドアップしながら必要なところに縦パスさせたり、サイトシンチしたりしますから、ね。だから逆に、映えるんだけ見てんじゃねえって言いたいれって。ういろいろ見た上で上、上目からのビルドアップ、それでもいいって言うかっていう。ありますけどね。し、ね、ょうがないな。この話、離れ出るわ。 スーパメカ足早かったりとか、アスリート能力すごいんだけど、ボールをどっちにつけてどう展開するみたいな、2手先3手先読むビルドアップみたいな、できないんですよね。本当場面場面の判断みたいな。アラオとか組んでタイプですから、だから相方のセンターバック重要になってくんだよね。アラバンいない時のミリタンみたいな。まあ、ミリタンは今年ちょっともっと成長するかもしれないけど、だから相手が強くなった時はね。バエルンがね、いくら国内で無双しようがちょっと違いますからね。スーパーメカは結構、まあ、今後伸びる可能性ありますけどね。 インタビューとか見,る見てると努力かっしただ、指揮者的な才能ないというか、ひな壇芸人が MC やんなきゃいけなくなってるみたいな感じなんで、ファイルング後ろから繋いでくるときにバルサがプレースはまったりとか、あと、前からガンガンプレースかけてきてくれてるときに、サイドで1対1になったり、レバンドスキーが落として、中盤の選手前向きになれてみたいな展開あったら、全然ここは面白いと思いますね。ディフェンスラインの選手の質で言ったら、チャビーが配置とか間違わなかったら、僕バルサの方がいいんじゃないかなと思ってますね。ハバール、リュカー、ウバメカのアルフォンス・デイビスでしょ。 アスリート能力高いんだけど、そういうビルドアップ面とかそういうところね。なんか7-0とかのイメージで、ここの実力差すごいみたいに思われてけど、ここ実際、選手の能力差はないですね。ただ監督だね、問題は。間違った考え方が頑固に凝り固まっちゃってるのが、チャビーで、リズムでできるんだけど、ちょっと狂気的な方向行きすぎて、リスク管理うまくいけ、いかないとか、選手に脳の負荷かかりすぎてるみたいな感じが、ナーゲルスマンのサッカーで感じる瞬間があるんで。 でも、選手、監督の質的には、ランパード対トゥヘルまではなんないけど、それのもうちょっと狭めたバージョンぐらいの、そのぐらいの差がある感じですね、監督に。でも全然ここは、むしろこのインテルが、今季のインテルどうなんだろうね。あ、でもスペツィアに3-0で、開幕戦も勝ってんだ、1-2-0-1。で、多分5-3-2でしょう。ブロゾビッチ、あ、バレーラ戻ってきちゃうかな。あ、ウィングバックディマリルコで。あ、ね、ドゥンフリースとか、あの、 不器用だけどポテンシャルあるみたいなタイプだったじゃないですか。で、シクリアはあ、この、インテルの方が全然、あの、印象、印象というか、あの、相性悪いと思いますね。僕、ここはインテル確定のどっちかにしたいですけど、まあ、インテル見てみないとわかんないけど、なんかインテルってお金きつくてさ、優勝したの主力売らなきゃいけないとかそういうのあったりだから、ら内側でそういう、なんかこう、経営状態の不安定さが選手のモチベーションとかに出てなかったら、大丈夫かなみたいな。どうなんすか、その辺は。 そう普通に考えたらバイルン確定のどっかなんだけど、一応ね、この二つは見てるから、レッチ戦ギリギリだった。そうだ、インテルがどうかっすよね。インテルがこのメンツでやるサッカーで、えー、この最高点出してたら、インテルが一番いいんじゃないかなと思いますね。バイルンはね、去年もそうだけど、バイルン強いだろみたいな。うるせえみたいな言われてたけど、言った通りになったじゃないですか、やっぱり。危ないよっていう。 アラバ抜けた穴埋め切れてないし、ナーゲルスマンやったコンバートもうまくいってないし、みたいな。バエルンはインテルに負けなそうなんだけど、バルスはインテル勝てなそうみたいな。どこ軸で買いますって言ったら、僕はインテル軸で買いたいみたいな。競馬的な考えで言いろいろみんなで、えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね。バイバイ。